皆さんこんばんは、マッケンです。ということで、私がやってまいりました。こちらは熊本県北部の山鹿市にございます平山温泉家族湯春日でございます。ということでね、部屋60分あたりですね、1500円で入れるという家族湯なんですけれども、こちらですね、一つ一つこのように仕切られておりまして、私が入っていったところはこの松でございます。いやー、それにしてもですね、まあなんかこう、この日はかなりゆっくりした日でございまして、まあ私と、もう一組ですね、お客様がいらっしゃったぐらいでございました。ということで、こちらが中でございます。春日というふうに書いてあります。で、こちらのですね、平山温泉なんですけれども、この成分表を見てわかる通りですね、単純硫黄泉、つまりですね、硫黄泉でございます。平山温泉はですね、硫黄泉でございまして、非常にですね、ツルツルとしたですね、この肌触りが有名でございます。ということでね、なんでこんなところに温泉が湧くのかといったらですね、ちょっと不思議なところはあるんですけれども、おそらくですね、こちらのこの九十からですね、それから雲仙にかけてのこの火山帯の中にですね、位置しておりますので、おそらくこの辺の近くに、まあ火山ではないんですが、地熱があるということなんでございましょう。ということでね、中に入っていくとこのようにですね、意外に素晴らしい温泉になっているわけです。お湯もですね、じゃんじゃん出ております。見てください、これ有料でございますよ。でね、こちらの春日さんはですね、まあどちらかというと平山温泉さんの中でもちょっとこう硫黄分がですね、少ないわけではないんですけれども、どっちかというと入りやすい感じなのかなというふうに感じました。で、こちら、もちろん今日も出てきましたジュリピさんでございますが、大丈夫なんでしょうか。あんな表情をしてしまってですね、くる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 回っておりますけれども、まあ本人がですね、 OK を出したらこれ出していいよっていうことだったんですが、本人の許可なくもう出そうと思います。そのくらいの覚悟を持ってやっていることでございましょう。ということでね、ジュリピさんはですね、その昔運動をやっていたおかげでですね、背中で鬼が笑っております。ということでね、素晴らしい映像でございました。まあそれにしても、ここの温泉非常にこのように透き通っておりまして、まあ本当に素晴らしい温泉でございます。そして私が出てまいりました。私の体はですね、もう部活もですね、だいぶ前からやってませんし、そして大人になって、もう学校生活もだいぶ前に終わったので、このようにですね、体がだるだるになっております。昔はですね、かなりいい体つきしてたんですけれども、今では皮下脂肪がすごいことになっております。残念でございますね。ということでね、これが露天風呂でございます。露天風呂ですね、まあここもですね、なんかちょっと井戸みたいな作り、まあちょっとですね、こう石を組んだような感じなんですけれども、非常にですね、いい感じでございますよ。でね、この春日さん、結構温度が高めで、だいたいこれ8月30日に入ったんですけれども、44度ぐらいあったんじゃないですかね。もう2人とも相当熱い熱い言いながら入ったんですが、このように洗面器をですね、活用することによって水をこのように付け足して入ることが可能になっております。まあそれにしても、この平山温泉、やはりですね、単純硫黄泉、まあ硫黄泉ということで、非常にですね、ツルツルとしたですね、ピーリング効果が見込めるようなですね、そういった温泉でございます。本当に肌触りが良くてですね、しかし硫黄泉特有のですね、めちゃくちゃこう硫黄がプンプンするというようなですね、匂いがプンプンするというようなこともなく、程よいですね、温泉臭、まあ硫黄臭をですね、嗅ぎながらですね、入ることができる、非常にバランスの取れた温泉であると、いうことができるんではないでしょうか。私の足もですね、いつもはもっと汚いんですが、この日は非常に白く輝いております。ということでね、入っていったんですけれども、まあ1500円でね、60分ってなるとですね、結構ですね、安かったりするわけです。だいたい熊本県のですね、平均、まあ家族湯っていうのがですね、そもそも東京都はなかったりするんですが、熊本県の平均はですね、だいたい50分で1800円とか2000円ぐらいだったりします。まあ2人で入るとちょっと高めなんですけれども、これが3、4人、まあつまりはですね、子供2人とかですね、そういった家庭であればですね、非常にリーズナブルに入ることができるというのがですね、この温泉でございます。家族湯非常にいいですよ。東京都もね、条例とかですね、改正して、こういうものを作ってくれたらいいんですが、まあ都会ということであってね、まあそういうことにはならないんでしょう。で、これは昔の湯船ですね。
まあそれにしても本当にいい温泉でした。春日さんありがとうございました。ということで、この平山温泉なんですけれども、本当にあの山鹿の奥座敷と呼ばれてですね、福岡県からですね特に多くのお客様がいらっしゃいます。土日祝日なんかになりますとですね、本当にあのもうその町一帯、まあ、その集落一帯がですね、これ車入れんのかっていうぐらいですね、あの車が来るわけでございます。まあ、非常にですね、それだけですね、人々を引きつける、そういった魅力がある温泉になっております。まあ、九州の、この福岡、熊本、そのあたりはですね、有名だったりするんですけれども、まあ、その他の地域から来られた方にもですね、非常におすすめの温泉でございますので、ぜひ、行ってみられてください。ちなみに私ここの石鹸とですね、平山温泉石鹸と平山温泉化粧水、あと平山温泉ジェルっていうのが昔ありまして、多分今もあるのかもしれませんが、非常に使って美肌男子なんて呼ばれた時代もありました。ということでね、余談がね過ぎましたけれども、ここまでご視聴いただいてありがとうございました。じゃあバイバイ。